さん、かいじ、かわいい、ありがとう。19個ありがとう。せいちゃん、かわいい、ありがとう。さやんだよ。こんばん、さやん。みえさん、たこありがとう。たこ。みみさん、かわいい、ありがとう。かわいい顔文字。疲れちゃった。お疲れ様。あれ、映らなかった？こっかー。すごいパラダイス。リンさん、いいね、ありがとう。ナックさん、かわいい、ありがとう。ヒラニーさん、カイジック、ありがとう。お、2回目だ、ありがとう。モミさん、カワ、ほんとに？ヤッホー、好きだ。え、映らんかったの。ヤヤンタさん、クラブありがとう。素敵に可愛い、ほんと。ヤヤンだよ。ありがとう、来てくれて。ミキさん、かわいい、ありがとう。ネシーさん、対戦、ありがとう。ありがとうございました、こちらこそ。お、ミヤちゃん。あ、やっぱ面白い。さやかに対戦、1時間乗ってるの。マイセンちゃん、タコ10個ありがとう。ありがとう。いっぱいありがとう、マイセンちゃん。中湯さん、タコありがとう。トレ様、バラありがとう。好きなそう。どのルームも暗闇が始まる。そうなんだ。今日ね、もうずっとね、私ね、もうあのアイロンをね、ずっと当ててた。無心でね、ずっとアイロン当ててた。髪に。大切な存在。うん。中井さん、ハテカありがとう。こんばんは。お、プリン食べながらまったり見てます。ありがとう。プリン食べたい。ブラウザの方がいい。あー、サーヤン、ありがとう。透明感パン、ほんとに。こんばんは。髪か服か。耳がかわいい。白うさぎさん、タコありがとう。あ、アイロンオッツありがとう。オッツサーヤン、そうなんですよね。お、再家族主。またニックネームが増えましたね。お疲れ様。え、見えた方がいい、本当に。でもあんまりね。そっかそっか、そうだよ。雨ね。元気だよ。センさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。いい。ありがとう。スーヤンさん。お、ご時短押しありがとう、ゆうきさん。メシーヤンと対戦できてない、まだ。新しい。嘘。こんばんは。綺麗な顔してますか、波酔いクジラさん。シャイアン好きなの。喉痛いの。緑茶いいよ。あ、緑茶は来ないよ。喉はね、喉は何だろう、蜂蜜かな、蜂蜜だっけ。新技あった、ハタに見た。
対戦さ、分かった。本当に私結構本当にね、あの準備1時間ほどかかりますね、配信の。やほ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 ーい、ぬおー、ごちそうありがとう。やっぱパンちゃんのことかわいい。元気に暮らしてます。トナさん、タコありがとう。こんばんは。タコキムさん、見逃しちゃったの？そう、真ん中ハニーですね。真ん中かわいい、絵は最強。あ、ありがとう、マオさん。パープルショットプラス、何それ。口内は緑茶、緑茶がいいね。私はね、私はすごい治るんよ、緑茶を飲むことによって。あんまり痛くないし。やっほー、つかぶり。ボスになるの？ボスっぽい私。どうしよう、そうなの。ロシンさん、タコありがとうございます。お、一日始めてないだけで禁断症状、そうなの。そうそうそう、そうそう、あのね、今日は本当に無心でずっとあのアイロンをねしてました。こんばんは。おー、わーい、てつさんありがとうございます。ありがとう、嬉しい。今日店に来たよ。そうなんですよ、トーマスね。ジョーカーさん、かわいい、ありがとう。さやかさん、かわいいの。姫かん、こんばんは。皆さんに来てありがとうございます。青汁がいいの。まだ一回も立ってないの、つみかんちゃん。そう、公園ね、来てほしい。女神に来てないよ、来てない。ポストだか主、リコちゃん、こんばんは。お、見に来れた。うわ、お疲れ様。今日最初から見れるやんですか。レイコちゃん、こんばんは。ケーキです、こんばんさんやん。タモタッパさん、可愛いとどうと、ありがとう。あ、バラもありがとう、タモタッパ。お、うどん醤油ないその何の書き方。アイロンは服じゃないよ。ヘアアイロン、ぬほ。え、覚醒してた私、本当に覚醒してるけど。え、34倍、本当に何も変わってない。いってらっしゃい、気をつけて。こんにちはです。そう、今日肩まで見えてるね。でもいつの間にかどんどん下に下がっていくかもしれん。あ、下でもずっとしてたの。そうそうそう、店家族。ゆうきさん、タコありがとう。トマタッパさん、ハート100ありがとう。ナンさん、トートありがとう。みほりー、喉乾いた、どうしてる。あんまり乾くんだよね私。でもちゃんとね、用意してる水分は。え、この価格がいい、本当に。え、本当に違う、いつもと。そうなの、クラコンね。いつかいつかね、すぐしてるよ。キャー、高尾さやかちゃんだよ。ケバは家も仕事だけなの。お、離れられないやんすが、わーい。34秒ずつ綺麗になってる。え、すご、対戦できたの。へいよ、いつかで。本当だ、研究生だ。お、セーグンスピットさん、ありがとう。
解です。サインガチコなの本当に。パクちゃんこんばんは。あ、仕事になったんだ。まだありがとう。もうわー、自粛期間休みます。よかった。そうそう、え、どんなとこ見える？クラコン、さやかちゃんだよ。あ、偽物かな。 だよね、多分。こんばんは、スナリオンさん。高尾坂本元できました。みつさん、バラありがとう。同じ見える？君いい見えるね。お、むきとさん、ありがとうございます。プップップのプットな、プのプットな。トマトパスタ、おんぷいっぱいありがとう。え、マシマシしてる好きが、え、本当に嬉しい。あー、れいこちゃん、えー、嬉しい。困ってますね。やる気は出ないよね。なんかさ、なんか夕焼けとかさ、朝日とか見たらやる気とか、なんだろう、みなぎってくるけどね。雨だもん今日。痩せる？本当に今日いい感じ。天使にいた。こんばんは。あ、私今日トレーニングしてない。まさかの失態。コッコー、キンかわいい。お、嬉しい。カッコカッコ毎日だけど。こんばんは、ぷぷのぷ。え、キラキラしてる、ほんと？こんばんさーよ。あ、いってらっしゃい。え、嬉しいな、みずさん。嬉しいですね。雨の日ね、雨の日の匂いってあるよね。お、ありがとう。ハロハロ、すっぷくさん、かわいい、ありがとう。いいね、砂浜で1時間いいですね。ナックさん、ハテックありがとう。ナイセンチ、ハテックありがとう。こんばんは。人で、なんだろう、人でです。お、お奉行さんだ、やっほー。やってもらいました、よかった。そうそう、そうそうね、そうなんだよね。手が足りないですね。雨でございます。公開トレーニング本当に絶対面白くないもん。おー、名古屋のことさん、ありがとうございます。シティ48、嬉しい。お、欅坂好き、ありがとう。ぜひぜひ暗闇など聞いてみてください。暗闇とかね、あとは制服の重さとか原点とかいいかも。年齢バレ。確かに、でも全然気づかなかった。そんなに困ってますの。さあ、マスキングテープはね、集めてない。本当にこういう壁に貼ったりするときしかね、使わん。でも私いつもね、なんかね、多分何かを使うことに抵抗を感じてしまってね、いつも何かしら残ってしまう。こじさん、ありがとう。小太郎さん、こんにちは。さあ、こんにちは。小熊さん、ドラマ100個ありがとう。むつみかんさん、タコありがとう。
今日大人さんなんですかね。リンさんハートヤックありがとう。こんばんは。夢力いいね。おお一緒や。私もめっちゃ怖かったよ夢。なんか疲れるよね。しかも2回見たね多分。続きか分からんけど。2回とも怖かった。そうです。夢ですね。そうだよサイヤみたい。見たぞ。買っちゃうな。2冊買うか1個飛ばして買うかですね。ね、いいよね。大丈夫ですかロビンさん。私もね、なったことあるんで早く病院行かないと。お、149日。ジメジメ。僕らの瞬間知るともね、聞いてくれたら聞いてほしいですね。マイセンちゃんハート500個ありがとう。星さん知ると50たこさくありがとう。ファッション、やべえ。本当に私の夢の中本当に俊敏でしたね。私俊敏すぎて本当に夢でした、ね、沼田さんかありがとう。お疲れ様。おにじかはでやかありがとう。あ、えんちゃんありがとう。サマースタンド注文したらありがとう。私はあれはね多分本当にちょっと漏れてるので、もうねあんまりもうないと思う。あんなにいい感じに撮れてるの。こんばんは。やってくれました。ありがとう。本当？白ね。そう。白好き。ありがとう。控えるの？なんで？私多分50メートルは小学校の頃は8秒。今は10秒。あー、それで雨なの？つらね。はやろ。おお、人に吸い込まれる。そんなことないよ。実際でしょ。おお、ほらありがとうございます。高さやかです。よろしくお願いします。お、予約済み、ありがとう。すごい、さすがよ。え、キャンパスボードも、ありがとうございます。ちょっと高めのね。早いでしょ。いや、よくない。走るのだけできる。え、今がいい感じ、本当に俊敏ですよ、私は。だから本当にね、ですね、自転車にね、乗れなかったんよね。小さい頃小4ぐらいで乗れたんですけども、みんなが自転車をに乗ってる時に私はいつも走ってて本当面白いこの話。ヤッホー。そうでも本当に、なんか友達がしてる、友達の自転車よりも私の方が速かった。痩せって今乗れる、今乗れるよ。そうよ、補助輪のやつね乗れんかったんよ。絶対に怪我してて、だから足速かったんやけど今は遅い。本当にね、でしょ。そう、走ってついていく人。みつさんドラマ100ありがとう。そう、なんかね、ちっちゃい子ってなんか足が速い子が好きっていうやんね。
私ね、モテモテやったきね、もしも男子だったら めっちゃ早いから。特訓とかされるんだろう。苦手だよね、やっぱり。ほへ。あ、買えなかったっけ、ではないけど。でも、なんかお兄ちゃんからのお下がりとかって、いつもね、とりあえず遊びに行くことが好きやったっけ。え、マジ想像、本当に想像してみて。めっちゃ面白いね。ありがとう、星三星と五重主。あ、女の子にモテたかな。そんなことはないね。日焼けしてたね。すごいしてた。え、モテよう今。モテようかな。いやー、コケですね。コケてました？よく。鬼ごっこはでも弱かったよ。いや、実は6くらいもしたことない。したことないのに夢の中でしてたんだよ。こんばんは、わんこそばんそうこう。私も起きるのにはもう自信がありますね。せいちゃん、音符いっぱいありがとう。ね、給食はね、いや、給食遅かったな。最後まで残ってる？残ってること多かったかも。うん、私鬼ごっこ本当に恐怖症。絶対にね、鬼になっちゃうから。え、高所恐怖症？私、高所恐怖症なのか分からん。遅そう でしょ。私は髪短い時期はね、どうだったかな。でもちっちゃい頃短かったかな、なんか確かね、そうそう、親がね、髪短いのが好きで、髪短かったかもな、わかんないけど。そうだよ、鬼になります。多分常になんか私、なんか鬼でしたね。鬼の方ね、もう全然ね、楽しくないよ。全然だって捕まえられないし、もう途方に暮れるだけ。やだ、追いかけないで。でしょ。永遠に終わらないです。もう自分は鬼じゃないよって言って近づくしかない。あ、その会話とか私もあるよ。その後誰もいなくなっちゃう。どうすることもできない。変わってあげて、変わってくれるの。確かにね、鬼はもう逃げなくていい 確かにね、鬼というより神？そう、奥の手 もうそうするしかできないもんね。鬼しくん、つなげさんしてた、50歳ありがとう。女神？あ、なんか謎になんか縛りとかありましたね。なんかバリアとかあったよね。私なんかやっとの思いでさ、捕まえてもさ、バリアって言われてさ、なんかそのまま何も、なんかもう何もできなかった。ムキーですね 寄っていくの、さあ、鬼やったら寄っていくの。バリアよ。問題はバリアですね。
バリアしても何もできんの。タッチして逃げようとしたらさ、バリアよみたいな言われてさ、もう全員バリア。壊せばよかったね、バリアを。いつ行ったみたいなやつ出ましたね。地球が何回も回った日みたいな、なんかそれいっぱいあったよね。いつ誰がどこで、先生 なんだっけ先生が行ったみたいなこと言わなかった。そして地球が何回も回った日みたいな、オアシスオアシス帰りあったよね。あ、何時何分何十秒、ね、どこが回ってくんだろう、あれ本当に。何時何分何十秒、地球が何回回ってきたっけ。いつどこで誰が何を、何時何分何十秒、地球が何回回った日みたいな、ありましたよ。バリア、こんばんさやん。お、キックさんありがとう。気づいたらみんな使ってた。誰が作ったんだろうね。これをね、なんかすごい、なんかすっごいね、怒っちゃった人がいまして、怒っちゃった子がいて、その子がすごい怒りながら、いつどこで何時何分何十秒、地球が何回回った日みたいな、すごい噛まずに早口で言ったんよ。そしたらなんかもうみんなもうおおみたいなって、めっちゃパチ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 みたいになってね、すごい面白い平和の終わり方になってた。あ、先生に言っちゃおうみたいになりましたね。そう、先生に言ったら困るよ、みんな。パチパチパンチ、笑っちゃうよね。そう、なんか本当にすごい長い文章をその子が言ってて、それを本当に噛まずに早口で言ったんで、もう本当におーみたいななってた。いや、すぐ先生にね言いたがる、みんな。あとね、バカって言ったわがバカなんだよ。めっちゃあったそれ。確か私もなんか兄弟で喧嘩した時に、いきなり、そう、いきなりね、ある日お兄ちゃんにバカって言われたんですよ。バカって何みたいな、バカって何みたいな、頭が悪いみたいな言われて、そのまま泣きましたね。その時の衝撃覚えてます。まだ初めて悪口というものを言われた日、じゃんけんぽいでしょ。そうやけんね、その仕返しで私もバカって言ったんよ。そしたらバカって言ったのがバカなんだよみたいな言われて、それでまた泣いたもん。初めて悪口を言われた日覚えてる？
私ね本当に口喧嘩は本当に苦手で絶対に負けとったよね。でしょ。滑らない、疲れ様。腕力も全然自信ないな。私結構ね握力とかねなんか強い方がかっこいいと思っててしてみたんやけど全然なかった。こんばんは。あ、お兄ちゃんだからってよく言われるでしょう。ありがとう。この方かわいい。ほんと。あ、弟にも泣かされてました。もうお兄ちゃんに泣かされ、弟に泣かされね、もう何もなかったね。とりあえずね、お兄ちゃんと弟の方がゲームとか強いし勝てないしどうしようもなかった。リンゴ？本当？ゆななさん50カウントありがとう。何がなんだか。村長さん？あ、村上さん。リンゴ。ほんと、おしゃれかわいい。確かに、最初軽く叩いたのがどんどん強くなってね、そう最後泣くやつ。やだ、髪にガムつけられたの。やだ。最弱です、私が。まあ、女の子やけんね、一人だけ。そうなるんかな。村長さん。でも今は仲いいよ。全然。あ、ゲームのデータクスであるのは号泣だ。そりゃ号泣。すごい、武闘派や。そうだね、その時好きなスパンツをね覚えていれば。お兄ちゃんおねだりできるの？口聞いてくれないの？でも16歳で役員、多分あと2年後か3年後は絶対仲良くなれる。一人っ子か。やっぱ妹から LINE とか来たらお兄ちゃん嬉しいんですか？私この前 LINE したよ。お、好きなんだ妹。皆さんもそうなの？お、末っ子さん。あ、美穂ちゃんありがとう。つらっ、捨てられたの？ブロックされてる。あ、お兄ちゃんいるの？めっちゃ嬉しい。妹いないけど。なんかね、もうすぐさ、
なんだっけ、父の日なので、父の日にね、あのお母さんとお父さんにね何か送ろうと思って、それを相談してた。私あんまりさ知らないから、あ、頻繁はめんどくさい。やだよ。なんか一緒に買い物とか行くの、なんか仲いいですね。いつもね、なんか助けてもらってるから、何か送りたいなと。昔仲いいパターン。こんばんは。めっちゃ仲いい。すごい、いろんなご兄弟がいらっしゃいますね。嬉しいかも。まあケーキとかね、買いたい、食べたい、ついでに。触りすぎちゃった。コマンサヨン。今のところもう固いもやめたい。あとね、もう少しの辛抱。お疲れ様です、ありがとう。でしょ、還暦ケーキね、お母さんが作った方が美味しいもんな。ケーキは絶対だ。豚キム南蛮ケーキって。小春ちゃんこんにちは、高橋彩香です。雪乃さんおはようございます。高橋彩香です。サイヤはお兄ちゃんと弟です。お、出産以来。なんでママ。あ、ジョーカーさんありがとう。そう、なくならないものがね、いいよね。一回ね、お母さんにね、なんかな、バッグかな、誕生日でプレゼントしたけどね、なんか大事すぎて使えないって言われた。あ、作ってくれたから嬉しい。あ、もう家庭がね、そうだよね、家庭が嬉しいよね。チロルチョコ100個、そっか、私お姉ちゃんだったらまた変わったのかな。お姉ちゃん欲しかったな。お、ありがとうございます、さとしさん。あ、七並べどうしよう、しよっかな。私も絶対にバレないようにめっちゃね、
プライズ感を出すのが好き。中文字。お父さんは？うん、待っても嬉しい。さあ、ここで言っちゃったけど、もし見てたらバレてますね。言っちゃって。同じこと言われた。そうだよね。ネームすぎて選べないの、ね、もらわれる方がね、もう何でもね嬉しいんだけどね。遊ぶようなこと。でも私はね、何が好きだったかな、小さい頃は。でも遊びに行くことも好きだったけど、物事も好きだったから、ね、店員さんとかキッチンとかプレゼントでもらってなんか作ったりしてた。実用的なものがいいのかなって思ってしまいます。そうなんだ。10回体操やっほー。これでここ遊びでいい。でも本当悩むよね。めっちゃ悩むよね。でも私はもらわないけど、もらったっけな。私もらったっけな。もらってない気がする。おっと。まあね、でも私も結構ね、いつもね、なんか友達とさ、プレゼント交換とかしててさ、急に自分の番になったら途絶える時が多いよ。あれみたいな。なんかね、誕生日プレゼント選びとかすごい楽しいですよね。私楽しいんですよな。すごい。そう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 、一方通行。まあでもね、たくさんね、そういうのを与えてる人はね、いつか帰ってくるから。こんばんは、タルトさん。もう直感で選んでるの。本当、みほちゃん優しいですよな。私がさ、思ったのはさ、なんか友達とかにあげたい時ってさ、あげたいプレゼントってさ、自分が欲しかったりせん？で、そのことに気づいて言うとしてた？そう、悪いことも回り回ってくるからね。ほんとだ。なんかやっぱり人にあげるもの、自分が欲しかったりするけんね。そうだよね、やっぱり。
ね。結局私もそうそう2つ買ったりする勝手にオーソロとかにしてる。苦手なの？あ、ダムドアさん、あ、まあ仕事中？そう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 。最近もうね、逆の発想をして、そう、もらったものを、あ、じゃあこの子は洋服が好きなんだとか思ったら、次から洋服をあげたりできる。まあ、私はね、洋服をあげたかったりするんやけど。誕生日アピールしてくる、欲しいってことか。なんかいいねって思うのが自分の好みだからか、そういうことか。ね、嬉しい、めっちゃ嬉しい。そうそう、私もね、ブレスレットをなんかなんとなく洋服をあげようと思って洋服見てたら、ブレスレットがあって、めっちゃ花柄のピンクのね、めっちゃ可愛いと思ってあげようと思ったけど、自分も欲しくなって勝手にお揃いにしたら、でも喜んでくれてた。でも何かご飯とかおごるのもいいですね。あ、そっか、男性同士はそっか、男性同士だとちょっと違うのか。だってサプライズ大好き、本当に喜んでもらうのが大好きなの。とかおもちゃ、そうそう、最近もプレゼントプラス私は食事もプレゼントしてました。もうクヤはもう何でもいいよみたいな。あ、飲み物おごったりとかいいで、いいかもしれないですね。おかえり、ピンク、かっこいい。サプライズってやっぱり嬉しいよね。あ、やっぱりケーキ渡されて泣いた。そうだよね。焼肉行かない来たよ、ありがとう。あ、遠慮しちゃうんだやっぱり。そうそうそう、さりげなくね、あ、お金いいよいいよって。私もそんな感じ、なんか言えないよね最後に言っちゃう、あ、いいよいいよ。そう、めっちゃね、でもそれをね、私の誕生日の時にはそうやって返してくれるの、嬉しい。100円玉いや、なんか私はとりあえず絶対にこの、なんだろう、あのレシートじゃない、なんかさ、机にさ、レシートみたいなのありますよね。それをまず私は絶対にそれを取って、先にずかずかとお会計場所まで持って行って、でその間払おうとしたら、もういやいやいいよいいよって、もう払わせないスタイル絶対遠慮すると思うか かっこいいやりました。おお、国家試験のお祝いに良いですね、すごく嬉しい。絶対、あ、私もそんなありましたね、友達にその
写真とか勝手にね申し込んでね、あの手紙の中に入れたりしてた。でしょ。え、格安されてる本当に？ずかずかと。でしょ。そう、親友ちゃんだよ。ソウルナンバー6番だっけ、の親友ちゃんです。そう、遠回しに、そうそう、遠回しに聞くよね。あのさ、なんか最近欲しいものとかあるんで。1ヶ月前に、すごい、マオノちゃんすごい、めっちゃすごい。あ、お金足りなかった、つらい。あ、強めに断られたらもう本当にいいからって言えたらもう私も、あ、はい、いい。頭飛ばし飛ばし。え、あのさ、最近さ、あ、違う、私、まず最初に私は。なんか、あれ欲しいよね。欲しくない？あれ欲しくない？え、なんかさ、最近さ、これもいいよね。で、それでちょっと探ってきて。ごめんなさい、ありがとう。え？そうそう。でもね、ほんとその時は、あの、ん？なんかもしかして、誕生日かなって思われても、1ヶ月後には忘れてるから。そうだよ。おー、でもさ、何々さ、なんかあれ好きじゃなかったっけみたいな、あれあれ好きやったっけみたいな言ってね。でもね、その子はめっちゃ鈍感なんよ。だけど絶対バレない。絶対バレない。刺しちゃう、本当に1ヶ月前でも、え、感づいちゃう、え、本当に意外とでも気づかれんかもね。この前さ、何人好きって言ったやん、あれさ、何も好きなんて。あからさまかな、あ、女優になる、すごい、え、嘘、いや、フリはしてないと思う、絶対に、あの鈍感だから大丈夫。え、もしかして見てるかな。見てたらやばいよ。もうすぐね、でもその子ももうすぐ誕生日ないの。どうしよう、聞いてない、まだ。本当に？でもさ、当日とかさ、誕生日の当日とかさ、遊ぶとしてさ、なんか袋持っていくの恥ずかしくない？めっちゃ恥ずかしい、私絶対バレるもん。え、私が鈍感なの、もしかして。お、こんばんは、お疲れ様。え、気づく方多い。タイミング難しい。なんか、あ、多分、でもその子は多分ね、気づかんと思う。もし私がなんか袋とか持ってても多分、あ、なんか買い物したんかなって思われると思う。気づかない方もいる。あ、もう大きめなバッグいいね、確かに。え、お互いに鈍感だ、思ってる。悲しい。
もその子には私はね、去年かな、去年の誕生日は洋服をねもらったんですよ。だけど洋服が欲しいんかな、もしかして。それか私が洋服好きなの知ってるからそれで洋服を選んでくれたのか、どうなんだろう。両方何か、ベルマーク、そうですね、結論言えたもん、同じ。え、マグカップ嬉しいかな。サイヤのマグカップ欲しい。こんばんは。気づいてないふり。え、もしかしたら、え、嘘、もしかしてずっとさ、こんな一枚上でだったの？いや、それはない、絶対ない、ない。で、鈍感の子だから。え、お、うん、なんかプレゼント欲しいんですか？2期生のサイン入り色紙。とりあえず 手紙とか書くときはサインを書いとこうかな。サインが欲しいって。そうですね、そうそう、なんか活躍、そうそう、嬉しいってすごい言ってくれてます。めっちゃ鈍感っていう。サイン欲しい。いやー、その子は全然全然違うね。一回、うん、なんかそうですね、どうなんだろう。多分でも可愛い子は好きなんですよ。私と一緒で可愛い子は好きだけど、でもそこまでのめり込むほどでもないです。お、やっほー。最近連絡取ってないから取りたいんやけど。その子めっちゃ可愛いのね、実は。本当にね、その子は私が高校生の時に同じクラスになって、始業式の時点でもう、あ、入学式か、入学式の時点でもうめっちゃ可愛いと思ってて、え、めっちゃ可愛いよ。でも私は、あ、この子と仲良くなりたいと思った人と絶対仲良くなれないよ。可愛いと思った方と、あ、仲良くなりたいって思った人とは仲良くなれないから、あー、多分じゃあこの子仲良くならないなって思ってたんです。紹介してくださいって何。それだけ、もうね、でも私も話しかけれんし。みんなどうした、みんなどうした。そう、ジンクスがあるね。でもね、その次のぐらいに名前なんて言うんですかみたいなって感じで話しかけてきてくれて、えー、みたいな。その時はそれで終わったんやけど、でもその子とまさかの好きな、なんか好きなものあるみたいな言われて、これが好きだよみたいなこと言ったら、その子も好きで、すごい盛り上がって、
運命を、本当に運命、これ言っていいかな、言っていいか分からんけど、サイレントサイレンっていうグループがあるんですけど、なんか女の子のモデルの方たちが集まった、そう、サイサイがね、私本当に、なんだろう、あんまり周りにいなくて、え、みんな知ってる？いや、すごい有名だけども、おお、嬉しい、嬉しい、私めっちゃ好きで、いや、すごい有名やけどねめっちゃ好きで、そうなんや、なんか好きな、なんかあるんって言われて、サイサイ、サイサイっていうサイレントサイレンっていうのが好きで言ってたら、私もみたいな言われて、え？みたいな、そっからね、すごいなんか仲良くなって、一緒にね、ライブ行ったりしてたら、どん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 なんか仲良くなって、今は親友です。私が知ったのは I Miss You で知ったんですけど、私はね、やっぱりスーさんが好きです。からずっと仲いい B さん、実話ですね、実話、似てる、お友達なんですね、よいしょ、めっちゃ好き。8月の夜とか、もうすぐ8月や、好きですね。あとチャイナキスとか明日には好きになってるパターン絶対そうよ。え、すごい、え、すごいね、皆様、あらゆるジャンルが好きなのですね。まあ、可愛い子は好きですよね。勉強しておきます。伊沢さん、ありがとうございます。さやが好きなの、
アイドルが一番好きです。こんばんは。コラボ？戻ってきて。こんばんは、まさのりさん、高尾さやかです。よろしくお願いします。ゆかるんさんと。うそん。なんか今パセリからなんかLINE来てた。何？なんかなんか来てる。あ、なんでしょうか。見てるのかな。なんですか。発信してる今。だよ。あ、1時間前か。ピン止め。投げ中取締委員会だぞって。来てるんだけど。何だったんでしょう。あ、やっぱ少し似てると思った。どんな会話なんだろう。そうです。本当に何だったんだろう、あの夢は。なんか本当にロッククライミングしてて、私なんか棚の上、カラーボックスの蓋付きのカラーボックスがいっぱいあって、それをね、ひたすら、それをひたすら登るっていう。もうだってカラーボックスのさ、蓋付きってさ、だってもう、だって掴むとかなくない？あの蓋を開けるところしか。こうひたすら登って頑張ってました。でその後、そう、追いかけられた。なぜかその人が本当に激怒してて、激怒してる人から本当にもうめっちゃ逃げるっていう夢。本当怖かった。かりんとう、そう、ただね、まるでかりんとうですね。ウッキー。もうその人はもう本当にスターみたいな、スターじゃないね、なんだろう、もう、なんて、まあそんな感じ、マリオになるみたいな。
本当に当たったらもう本当に危ないですってぐらい本当に怒ってて、そう、もうその時本当に見つからないように本当にもう逃げ回ってました。いっぱい障害物があったからそれにここに隠れてました。隠れながら移動、俊敏。ユチム怖い。ユチムが怖い。いやこれは違うね、完璧にね、これはもう宇宙ではない。そんな感じですね。頑張って。ジャンプはね、してなかった。なんか逃げる途中で冷めましたね。そうみたいな、うん、夢占いとかあるのかな。なんかキチムとかあるよね、キチムじゃないとか。逃げるの得意なの。スタコイン取ってない。そう、え、布団吹っ飛んだよ私。布団が吹っ飛んだよ現実で。え、クリアできる。え、そうなの。え、しなかったよ。え、でも逃げた、逃げ切ったよ。逃げ切ったってことはクリアできた。いいわって何。え、布団吹っ飛んだ。え、本当に吹っ飛んだよ。吹っ飛んだっていうか落ちた。なんでみんなそんな苦笑いなの。めっちゃ苦笑いやん。あ、蹴飛ばしたですね。蹴飛ばした。まあこれは現実でね。いや、かわいい。やっと。性格リスト。穴は開いてない、大丈夫。ドラゴンボール見すぎ私。面白い。そう、目覚めてよかった。寒いんだね。あ、今日私は生姜焼きだ。いや、あんまり動かんけど、暑かったんかな。え、帰るんです。え、かわいい。ほいみ、武空術。いいな。めっちゃ美味しい。あ、食べて見てるの。生姜焼き。
ムチ食べてないね最近。どこまで読んだかな。炭酸せんべいだ、かわいい、10個ありがとう。渋谷さん、ハート100個ありがとう。まいせんちゃん、ハート1000個ありがとう。リックさん、ハート100個ありがとう。たまたっぱさん、かわいい、ありがとう。かとっちさん、かわいい、ありがとう。ナムさん、タコ10個ありがとう。タコ10個。ありがとう。アイスもありがとう。あと、かわいいもありがとう、ジーコ。キビスさん、ハート100個ありがとう。ポップさん、アイスありがとう。深夜さん、クラブありがとう。ドレンさん、かわいい、ありがとう。シオクマさん、ハート100個ありがとう。たまたっぱさん、かわいい、ありがとう。ヨウヘイさん、ハート100個ありがとうございます。ヨウヘイさん、ナムさん、風呂敷ありがとう。ヒラットさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。いい、ありがとう。たまたばさん、トートありがとう。セビラさん、花束ありがとう。大西くん、かわいい、ありがとう。トシさん、ハート100個ありがとう。たまたばさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、クーレーピーさん。え、グハ、イベリコ豚、キムチ生姜焼き、キムチなくなってしまった。印象に残ってるのは、でもよく階段から落ちる夢見るの。やり、お、ヨウさん、おお、同い年、わーい、よろしくお願いします。ようさん、センスお疲れと、ありがとう、ありがとう。ナムさん、ハート100個ありがとう。こんばんは。そう、ないのよ。あら、またこけてたのですかね。あ、じゃあ七並べしよっかな。おおおおお、ピピー、警察が来られました。演技中、取締委員会だぞって来てる。ナムさん、ドラマ100ありがとう。え、そんな夢、怖い。まあ、今待ってました。ずいずいずい友だ。厳しいようですね、取締りが。あ、待って、私タブレットで、今タブレットでさ、ログインしてたよね私。そうだった。タブレットでしてるんだったらどうしよう。
これはおバカちゃんですね。ごめんね。さっきするって言ったのに。できんのよ、なんか切り替え。よくわかんないけど。にらんでにらんで。ごめんね。ありがとう。優しい。ピエンピエンピエンの三連発。そっか、それ考えないかんやん。2つ同時ログインができるのよね、これ。それはそうか。しかもタブレットでしてるけんカラオケもできんて。ドンマイケルやってきてる夜するね。クロさん好きなの。お、クロさんありがとうございます。早奥さん、日本しょうがないね。しょうが、いつか当たる。優しい。そうなの。としさん、だるま100個ありがとう。たけさま、こばありがとう。せんさん、バラありがとう。じゃあ、終わろうかな。あの音楽を鳴らす時が来た。あ、ほうれん草さん。なんかありがとう。音符もいっぱいありがとう。めめさん、くもありがとう。くも、ありがとう。めめめさん、え、なぎし怒ってた？そう、もう立ってるのね。ないせんちゃん、花束いっぱいありがとう。
今日はちょっと顔がな感じなんでね。今日もありがとう、来てくれた。やっほー。おお、ヨウさんありがとうございます。どうしゃりん、ごめんね。画面を食い入れるように見てる。楽しかったよ、ありがとう。いっちゃんかわいいよ。かわいいね。西山さん、こんばんは。ふっくんさん、いや、ほほほほほほーい。あ、そっか、なんかメイクのさ、何番がいいとかいいって言ってなかったですね。これはジルスチュアートのスマークチュールアイズ08番です。今日可愛いですね。そしてこの左上のやつをまず全部つけて、右上のやつをまたつけて、左下のやつをまた二重まぶたっていうかに